お客さん。今、左目落としたでしょ？長年商売してるとわかるんですよ。救急車呼べよ。目がでかいわ。長年商売してなくてもわかるわ。とんでもなくグロくて草。ニュータイプかな？と思う前に。家電と同じ扱い、わら。故障かな？と同じくくりにすんな。プロトガンダムか。一般兵士用て。おじいちゃん、あれは牛、牛、襲うのわかった？え？うるし？あんだって？絶対言ってる感じが半端ない。ご飯まだかのう。検便の結果が返ってきた。平均的だわね。満足感。サウンドってなんだ？味がなくてよかった。おいそこの人、この辺サメが出るから気をつけろよ。ご忠告ありがとう。大丈夫だよ。船の上だから。お前が気をつけろ。助けてあげて。海の民は知り尽くしてるな。船が転覆するフラグ。節子それドロップやない、弾きや。間違うてないで。兄ちゃんはここでドロップや。ガクガクブルブル。帰りちびちびちやねん。セータの墓。ドロップ1年分やるから。よせよ。冷静すぎて草。なんだ貴様。手遅れです。今そんな気分じゃねえんだよ的な。今まで。何人の命を救ってきた？ 3 人でも十分すごいわ。ハードル高い質問だな。ヒーローの合コンかな。医師の合コンかも。よし、そっちから来るメドゥーサの見張りは任せたにゃ。もう遅い。おい返事は？もちろん。金の針。ことわざのテンションを上げてください。50歩100歩。勢いがあってよい。だがしかしことわざじゃない。世紀末の奴らか？この発想はなかった。僕のパンツ。ない、僕のパンツがない。いくら探してもない。お母さん、僕のパンツは？およよ、初めて殺意というものを覚えた。あられかお母さん。鼻水出たわ。これは覚えるわ。いら。はい、これが君のデスノートで、今日から私が君の死神だ。よろしく。超フランク。ノートでかい。軽いな。熱苦しそうな死神。カリ。カリ、カリカリ、カリ。隣のインド人がうるさい。鳴き声か。カリは笑った。インド人はカリカリと音が鳴るのか。ホームシックなんだろ。パン工場をリストラされたビーコさん。クビにされたのか。すぐ再就職できそう。じゃあ誰が新しい顔を投げるんだ。プロ野球選手としてやってける。下の随地は、次の扇形の子で囲まれた、斜線部分を底面とする立体です。あら、あなたお帰りなさい。問題言ってる時に帰ってくんな。こんなテスト欲しい。急にどうした？ただしが名前に見えた。は？湧いてんのかおっさん、消えな。お風呂湧いてるの？お父さん先に入っていいよと、素直に言えないお年頃。湧くほどのお風呂ってやばくね？あ、わかった。心折れるわ。翻訳スキルが必要。女王様、鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰だい？鏡、それは白雪姫でございます。女王様、なんで私じゃないのよ。女王様は可愛い系でございます。物は異様だな。鏡ナイスフォロー。文化祭で白雪姫役するわ。ただし一番とは言っていない。こちらのデブをご覧ください。お前だよ。これは好き。え、誰のこと？どこのデブかしら？何？筋肉マンが俺を呼んでいるだと？テリー。これもう本人だろ。テリアスという単語が思い浮かんだ。手前ゼロにも。まだ売れてないので戻される。熟してから戻ってこいよ。顔がいい味出してる。無念だ。こういう感性が必要。今度そのカードを出してみろ。出て行ってやるからな。ルール通り。素直ないい子なんです。そういうカードで草。よくわかってるじゃないか。え？え？今どこらへん？7番の B メロがわかりにくい。授業中考え事してるとよくあるやつ。アコーディオンかよ。寝てただろ。えぇ、ー、便利の波 B、口数。元から口数少なくて草。ゆるるるる。口聞く余裕ないよね。最後の波で笑う。すごいわね、これで。優勝よ、うん。神のアクア。この年齢でそれ覚えちゃった？あくまで風邪薬です。運平然。バッチリ録画されていた自分のいたずらの数々を見せられる。お、俺じゃない。なんかこの女性に惹かれる。ブラーンとした前足が可愛い。いや、あの、これは、その。
じゃ乾杯だ。帰りの運転よろしく。吹き出しが4つある?あと2人誰?ノンアルコールなら。ぶどうジュース。トキオとスマップの違いを簡潔に述べよ。森が抜けたのがスマップ、森に入るのがトキオ。トキオも山が抜けたけどな。うますぎはロタ。昔6人だったことを知らない世代が。素晴らしい。俺のこと、どう思ってる?きっといいことあるよ。多分。ピンクトキ、一緒じゃねえか。涙拭けよ。ちょろくて使いやすい財布。こら抗議中は、狙撃は禁止だと言っただろう。こいつやりますね。コロ先生で草。めっちゃかっこいいジジイ。反射神経のいいガキは嫌いだよ。ねえねえ、この前貸したゲーム返して。出品してるから落札しろよ。ひでえ。友情崩壊ゲーム。昔ゲームソフト貸したら別の友達に2000円で売られてた。いかん。俺のトラウマが。眼科付き指ですね。全然違うじゃねえか。殴りたいこの笑顔。ベテランでここまで幅があるとは。なんだその1か100みたいなの。ここで行くよ。右上のやつなんなん?わら。落ち着いてるな。そんな暇ねえだろ。右の人、ワイプゲーやめや。財布は持ってきてるか。あ。やろう2人でじゃんけんな。まずいですよ。そうだ、今からあいつ呼ぼうぜ。江戸時代のポケモン GO にありがちなこと。伊能忠敬が最強。水戸黄門もなかなか。松尾芭蕉も負けてない。地図より先に図鑑が完成しそう。ポケストップを全部記憶してそう。キューピー3分クッキングであってはならないこと、1位。劇場版。作ってる人の人生から始まるとか。3分クッキング2時間スペシャル。ちょっと見たい。レンタル始まったら見るわ。暴力団員であることを隠して。幼稚園の延長をした疑い。あるアニメを思い出したな。とうとうバレちまったな。優しいんだけどね。双葉幼稚園延長。ずっと引いてた。2年かかった。やっと解放した感すげー。相当焦ってたんやろな。プッシュ書いてあるやん。混浴露天風呂見えますにつられて登ってみたが、混浴なら入ればいいと気づき引き返す。気づくのが遅い。せっかくならてっぺんまで。下からほら、また一人登ってる。なるほど、ここで疲れた体を温泉で癒すのか。そうだよな、俺がいればお前もいるよな。ズボン履けよ。可愛く見えたわ岩末期。腕まで持っていくと発光性だな。ケンタウロスいいとこ取りな気がする。奥の手。消せぬ。ダブルミーニング感がすごい。大丈夫 CG で消しとくから。中の人。頼みもしねえのにぐる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 と。グルコサミンの CM に切れた。切れ方がすごいんじゃ。頼んでなかったのか。瞳孔が開いてる。ちょっと気持ちがわかる。あの日から20年、決戦に備えていたのは人類だけではない。イオンお客様感謝デー。20年ぶりのお客様感謝デー。人材もいるのか。20年ぶりでこさ。サンキュー、リサージェンス。試験に出ない英単語。レッスン1、アイアムバイシクル。画像がずるい。おにぎり増えた。社会の闇を教えてくれそう。私はチャリです。驚異の霊感占い。100名中90は致命が。右上の罰を押す。残り2人は間違えて押す。絶対押すわ。広告かと思って押そうとしたわ。押すとインストールが始まる。ラスボスあるある。1、一番強い。2、主人公よりファンがいる。3、ここまで来たことを褒めてくれる。よくぞここまで来た。回復してくれるやつまでいる。ねぎらいの言葉が少し嬉しかった。褒美にしようやろう。徘徊する高齢者。出発進行。誰か止めて。わろた。引く気満々。背もたれ、アルト、オモター1901。まだ、ご存命でいらっしゃる。割と実在しそうな名前。これからも元気で生きろ。長寿の秘訣は腹筋運動。ロミオ、スイスのソノーニョ村で生まれ育った11歳の少年。感受性が強く、心優しい一方気骨のある少年で。辛い煙突掃除の仕事も続けていく。見切れている。おう、ロミオ。真ん中のやつ誰だよ。アルフレド。トリミングちゃんと旋回。コピー機買ってください。仕事量がえぐい。右の男の顔。普通はリースやで。これ全部手書きかよ。さっき倒れた時に押しつぶした裸の男がいない。ど根性マッチョ。マイアイドルで草。平面マッチョ。この T シャツ欲しい。
兵士全員に次ぐ、あのラッパ吹いてるバカを止めろ。我が軍の居場所が敵に丸分かりだ。こいつは多分終戦まで生き残るな。本人は至って真面目。足引っ張んな。もちろんラッパは私物。遭難5日目。腹は減ったし、トムは病的な目でドリンクバー行くけど、なんかいる？とか言い始めるし、もう限界。いい目をしている。くっそ笑った。トムーン。じゃあメロンソーダお願い。お支払いはどうされますか？やめときます。俺も節約中だからやめとく。だったら、警察に行こうか。これやったことある。店長呼びますね。生徒たち先生ここには何もいませんったら、戦車タンクー、タンクー。先生ちゃんとクラスで帰るな。買うとは。餌は軽油だな。戦車に燃える日が来るとは。タンクー。母上この夕日を見てください。実に美しい。この雄大な景色の前では僕が人参を残したことなんて些細なことだと思いませんか？言ってそう。人参色の夕日。些細なことなら食べんかい。話そらしても無駄よ。大変大嫌いな先輩の家が火事だ。灯油をへい。へい。まずお前の家も危ねえよ。灯油じゃすぐ燃えねえよ。ガソリンの方がいいぞ。貴重な元気を悟空に持っていかれる。発信の顔。じゃあ手を挙げんな。これ、任意じゃなかったのな。差し押さえかよ。昨日食べた団子がそのままうんちで出てくるのはいいが、串まで食べてた自分が可愛い。皿も出てない。お前の消化器官はどうなってるんだ。そのまま出てくるまではいいのか。電車でニヤニヤしちゃった。5倍速の紅を演奏しながら、キッチンでチャーハンを作る嫁に細かい指示を出しつつ、ヒルナンデスに鋭いツッコミを入れる。ちょっと世界観についていけない。5倍速の紅にデスでにやられた。忙しいように見えて実は暇。狂った夫。シンデレラ、私たち今夜お城の舞踏会に行ってくるからあなたはおとなしく筋トレ器具の掃除でもしてなさい。魔女さんはプロテインでも持ってくるのかな。キンデレラ。こりゃ言うこと聞くしかない。12時のゴング。もがき苦しむがよい。やばいよこのお母さん。本当は何なんだ。めっちゃ面白いよこの本。足のバタつきでも受ける。お客様すっごくお似合いです。お似合いです。すげえ笑った。地蔵ニッコニコで笑った。えへえ、じゃ買おうかな。視聴率 0.1% の番組、そのタイトルとは？世界の車窓から地下鉄編。真っ暗なのが続くだけやろ。むしろゼロでないだけで驚くわ。音だけで楽しむんだ。窓ガラスに映る自分の顔にびくつく。お前の目には何か凶悪な企みを感じる。だからドリンクバーは自分で行ってくる。わかめスープにコーラ入れるなよ。やる気満々のめすぎる。わしも仕掛ける方や。ウーロン茶に炭酸水でビールになる。機長、パラシュートをつけてください。脱出します。いや、わしはガムでいい。いや、無理だろ。機長、まさかこの飛行機と運命を共に？膨らまないタイプ？墜落し慣れてるなこの機長。英語わからないけど、多分俺に好きだって告白してる。嫌われてんぞ。とりあえずイエスって言っちゃいそう。羨ましいほどプラス思考。日本語は別れよ、わら。あなたは AED を、119番を、おちっこ。トイレこっちです。おちっこわろた。状況カオスすぎてわろた。救命とは。全員聞いてない。あれから20年鬼が蘇った。キジー。みんなで美味しくいただきました。桃太郎かっけえ。犬長生きやな。大佐が掃除機かけ始めた。外で掃除機かけんな、わら。大佐にやらせんなや。足のサイズの違いにびっくりした。平和だな。新型インフル感染、30代男性が。今日で40代男性に。知らないよ。わざわざ報じるな。誕生日おめでとう。誕生日プレゼントはインフル。恐怖指数、10、テスト0点で帰宅、130、夜学校に1人。450、ヤクザに囲まれる、1020、目の前に和田明子、測定不能。振り返っても和田明子。そんなことあるわけな。絶対に目を合わせるなよ。テスト0点がもう可愛い。ヤクザより夜の学校に一人の方が怖い。働いてパパママも踊りやめて。ノリノリだな。6人部屋の病室で爆笑してもうた。ママが一番ノリノリで草。これが仕事やねん。群馬県で。センター試験。
偏差値物理。ハンター試験の間違いだろ。実技試験があるのか。センターやばい。火災発生、第一にしなければならないこと。机の下に隠れるおじいちゃんをそれ自身の時だからと引っ叩いて外に連れ出す。なんだかんだで優しいお孫さん。もっと優しくしたれ。あながち間違ってない。おじいちゃんかわいいな。より気持ち悪く女子にパンツが見えていることを伝えろ。今日、俺とパンツお揃いだね。なかなかお揃いにならないよな。きっしょい。発想が常習犯のそれ。なんで俺の黒歴史知ってるの？過去一番効果のない赤丸。ほんまそれ。なるほどですね。これは男子注目。こんなん見ちゃうわ。